デビー・ロ・ペンドルトン・オリバーは、アメリカ合衆国の、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の古典文献学、スペイン語、イタリア語の教授である。第二次世界大戦後、極右団体、ジョン・バーチ・ソサイティの機関誌、アメリカン・オピニオン誌に寄稿し、白人ナショナリズム及び、極右の論者として知られるようになった。オリバーはまた、ケネリ大統領暗殺事件の後、リー・ハーベイ・オズワルドが、 ソ連の対米陰謀の一部であると示唆する記事を発表したことで1960年代に全国的な悪評を集めた。彼は暗殺事件に関するウォーレ連委員会において証言をした。オリバーは1908年にテキサス州コーパスクリスティ近郊で生まれた。イリノイ州の高校に2年間通った。厳しい冬を嫌ってカリフォルニア州に移り住み、 臨床で初めて行われた入突動作解術のために入院を余儀なくされたこともあったが、そこでサンスクリット語を学んだ。彼はフリードリヒ・マックス・ミューラーのハンドブックとモニエル、モニエル・ウィリアムズの文法書を使い、後にヒンドゥー教の宣教師を見つけて彼から指導を受けた。思春期にはエイミー・センプル・マクファーソンやキャサリン・ティングレイの説教に参加し、伝道者が 単純な心の持ち主に媚ビを売るのを見て楽しんでいた。16歳の時にカリフォルニア州クレアモントにあるポモナカレッジに入学した。1930年、オリバーはグレース・ニーダムと結婚した。イリノイ州に戻ってイリノイ大学に通い、ウィリアム・アボット・オレド・ファーザーの指導を受けた。彼の最初の著書は1938年にイリノイ大学から出版された。 ムリッチャカティカーのサンスクリット語からの注釈付き翻訳だった。1940年に PhD を取得した。同年、イリノイ大学から博士論文、ニコロペロッチ、エストランスレーションズオブザエンキリディオンが出版され、1954年にはニコロペロッチ、エスバージョンオブザエンキリディオンオブザエピクティータスとして再出版された。オリバーは大学院のクラスを教え始めた。 何年もの間、彼は大学院でルネサンスに関する授業も担当し、スペイン語学科とイタリア語学科で教えていた。第二次世界大戦中は1942年から1945年の秋まで陸軍省の無名の機関で働いていたとオリバーは述べており、幸運にも私は急速に拡大している部門の責任者となり、 約175人分の仕事を担当することになった、と書いている。オリバーは1945年にワシントン DC を去った。イリノイ大学に戻ってアシスタントプロフェッサーとなり、1947年に準教授、1953年に教授になった。1955年11月、イエール大学を卒業したウィリアム・バックリーは、保守的な視点を表現するための雑誌。 ナショナルレビューを創刊した。バックリーはオリバーを親友としてナショナルレビューの書評者として長年宿っていた。1964年のケネディアン殺に関する記事をめぐって彼と決別し、オリバーのような反ユダヤ主義者や過激派の出版を禁止し、保守主義の尊敬を高めるために働いたと後に主張するようになった。1958年、オリバーは ロバート W ・ウェルチ・ジュニアに接近し、保守的で反共産主義的なジョン・バーチ・ソサイティの創設メンバーの一人となった。オリバーは、バーチ・ソサイティの雑誌、アメリカン・オピニオンに頻繁に寄稿していた。1962年、バックリーは、ウェルチとバーチ一味を否定し、彼らは常識からかけ離れているとして、共和党にウェルチの影響力を一掃するよう促した。 オリバーはケネリ大統領暗殺事件後の1964年2月に発表したマークスマンシップ・イン・ダラスという二部構成の記事により大学やメディアの注目を集めた。彼はリー・ハーベイ・オズワルドが共産主義者の陰謀の一部として殺人を実行したと述べ、共産主義者はケネリを殺すことを望んでいたと述べた。1964年3月、 ロサンゼルスタイムズ紙は、オリバーがイリノイ大学の評議委員会から発言のために叱責されたが、その地位を維持することが許されたと報じた。同年秋、オリバーは、ウォーレン委員会で証言した。1960年代、オリバーは、アメリカの保守主義と決別した。オリバーは、ウェルチが自分を騙したカシオニストの利益のために、売り渡したと確信し、バーチソサイティの主張を、 ザ・バーチ・ホークスと呼んで異議を唱えた。彼は1966年7月30日にバーチ・ソサイティからの脱退を余儀なくされた。オリバーは1981年にウェルチがユダヤ人委員会の監督の下で運営されていたバーチの事業の名目上の責任者に過ぎないことを発見したと主張している。オリバーはその後ウィリス・カートのナショナル・ユース・アライアンスに関わった。 ナショナル・アライアンスのウェブサイトは、オリバーが、ニャーの初期に、ウィリアム・ルーサー・ピアースと共に仕事をしていたと主張している。ピアースは後に、人種戦争とアメリカ政府の転覆を描いた1978年の小説、ターナー日記を書いている。1978年には、オリバーは主にホロコースト否認に専念する組織である、歴史修正研究所の編集顧問になった。 オリバーは1977年に引退した。晩年は白血病と重度の肺気腫を患い、1994年86歳の時にイリノイ州アーバナで自殺した。オリバーは宗教はアメリカ合衆国の国家と文明の大きな弱点の一つであると考えていた。1990年の記事の中で彼はキリスト教を我々の人種の心を腐らせ、 生きる意志を麻痺させるとして、精神的な梅毒と呼んだ。デーモンティーベリーは、著書ブラッドフェイニス、クリスチャニティアメリカンホワイトナショナリズムにおいて、オリバーに、前章を裂き、オリバーは、保守主義とキリスト教の両方を憎んでいた。なぜなら、それらは彼にとって、その存在を守ろうとする、白人種族の最高の本能とは、かけ離れたイデオロギー的な毒を等しく表して、 いたからであると結論づけている。リバーロ、P ・オリバーという綴りは、後ろから読んでも、同じになる改文になっている。彼が書いた、ある記事は、名前が、改文になっているのが、ふざけていると思われて、詐欺師であると非難された。オリバーは、自身の名前は、オリバー家の長男に6代にわたって与えられてきたと、述べている。死後に出版されたもの、ありがとうございます。